もう名倉で生まれて名倉で育った地元で恩返しができるような形で何かできないかということでスタートしました。少人数でもできる、そして毎週できる、で続けられる、要は健康維持っていう部分については一番効果があるのかな。こんなにすごいシャキッとしたっていうふうな感じ方は少ないですけど、歩かれてる姿がやっぱり元気がいいですよね。それが一番だと思います。